で先生さんまあ YouTube に限らず私は思うんですけどもファンがゼロなら0の立ち位置でやることがあるしファンが1人なら1人対1人でやることがあるしファンが10人に増えたら1対10という形でやることがあるしって感じでね打つ手がないってことはないと思うんですよ。で打つ手がないっていうふうに自分で決めてしまえばまさに打つ手がなくってそこでまあ倒産廃業状態じゃないですか。でこれて言ううかっていうと あの店的にはねどんなに赤字でもお客さんがいたっていう現状ねこれもなかなか面白いでしょ毎日お客さんはまあ20人前後来るんだけども店は赤字でもそこに信頼を抱いて来店してくださる方働く従業員がいるっていうこの関係ですよだから商売が儲かる儲かんないに関わらずんかやることはあるし人の行き来はあるんだろうなと思うんですよそこに対して適正なる単価とか 単価に合わせたサービスが提供できれば事業はプラスになるしでそれが不足してるとマイナスが続くし、うん、っていうことかと思うんですよね。まあ、ですんであのまあ吉田さんも390円の商品売ってると思いますけどもじゃあ売る商品売る商品がその100円単位のもので成り立つかって言ったらこれは無理ですよね。だからどっかで払える人には大きな金額そしてその金額に見合ったサービスっていうふうな簡断をつけて まあ120万の商品があっても120万の商品に対するサポートがじゃあ何百何千とあるかって言ったらそうではないからできるっていうところもあるしでもその分単価が高いから事業が維持できるっていうこのバランスですよね、うん、で安いものは安いなりにサポートはするんだけどもそこまで手厚いサポートを要求してこないレベルではできていたりとか、まあ、そもそも安い金額のものってその買った人の追求心ってあんまりないんですよねはい買った開けてないみたいなのもあると思いますし 買ったうーんこんなものなのなるほどね終わりみたいなのもあるしでもそれが10万とか30万とか50万っていうお金を払ったらじゃあその分だけ要求していこうっていう気持ちもやっぱりね性比例の関係でであると思うんですよ上手な人は無料のサポートを受けながら無料の中からもう返信がしたくなるよねそれこそ質問自体がコンテンツみたいなうまーいアプローチで質問してくる方ですよね。 そうすると、こちらとしても取り上げたい質問、そしてそれに答えると、自分のポジションが上がるなと思うから、これいい質問者だなっていう感じになるんですよ。<laughs> 本当にずっと来てくれよみたいなね。まあそういうふうなバランスで出来上がったかなと思いますね。まあ話戻すと、じゃあ売上がゼロならゼロでやることあるし、売上が取れてるんだったら取れてるなりにやることがあるし、全部のポジションでやることがあるんですよね。売上が取れてないのに営業しないとか。 自分でね、バイトにも行かないって、どうやって儲かるんですかって話ですよね。だから、売り上げ上がってない人には、もう上がってない理由が山ほどありますね。売り上げが上がってる人にも、きちんと売り上げが取れるだけの理由はあるし、そんなね、なんか、偶然売れるもんでもないですしね。偶然売れないこともないんで。まあ、もちろん偶然の要素とか運はあるんで、それをいかにね、自分の、 やることをやるっていうことによって運の要素を排除していっていくかっていうことかなと思いますしどうせ排除するんだったらまあと思いますまあとりあえず運量を上げようと思ったら私の場合は「ロスジェネ」のテーマとかね40代50代のまあ恋愛とか昔懐かしいものっていう無料コンテンツがたくさんあってそこで興味を持っていただいて「この人何やってんの?」っていうふうになった時に「そっか塾の久保です」っていう挨拶が あなるほどねってなったりとかいや FX でオリガルヒってのやってますよっていう風なねコアなこの誘導がそこにあるって感じですよねだから裾野は広いけどもでも誘導するところっていうのは私はポイントが2つか3つぐらいしかないんでまあセールスっていうのはいつも <laughs> 同じスキームで行われてるかなってとこですよねまあでも本当にね商品買った人が買ってよかったって思わせ続けてられてるからもう10年続いてると思うんでねでそれがもっと続くと吉谷さんのレベルまでいくのかなってところですよねいってらっしゃい